金大一光介暗闇の中の猫暗闇の中の猫は横溝正史の短編推理小説金大一光介シリーズの一つ本作は金大一光介と轟き警部が初めて顔を合わせたことで知られている角川文庫華やかな野獣春陽文庫悪魔の百唇譜に収録されている1947年発表の短編 ソーセージは踊るを開放した作品であり、ソーセージは踊るの正題でもある、暗闇の中に潜む猫の代で1956年に発表され、後に現在の代へと改められた。なお、この作品は筆者が東京に腰を落ち着けてから最初に取り扱った事件を尋ねたのに答える形で語られているが、本作の事件が話題になった時点では、最初の事件という限定は、 外れていて、単に悪魔が来たりて笛を吹く以前の事件の一つとして、挙げたに過ぎないとも読み取れる文脈である。実際、明らかに東京での事件である、黒乱姫は、本作よりも時系列的に先行すると考えられる。また、本事件と同時期と考えられる、黒猫亭事件も近代地から筆者への手紙で、東京へ帰ってきて、最初にぶつかった事件とされている。 1946年11月に起きた銀行強盗事件。二人組の犯人は、東銀座にある工事中のキャバレーランターンへ逃げ込んだが、踏み込んだ警官が見たのは、ピストルで撃たれて倒れている犯人の姿。そして強奪された70万円は、どこにも見つからなかった。犯人のうち一人は、死亡。もう一人の再帰性やは一命を取り留めたものの、事件以前の記憶をなくしていた。 しかし何かしらの印象が残っているらしく、彼は時々こんな言葉を口走るのだった。暗闇の中に何かいる、猫だ、猫だ。警察は当初、彼らが仲間割れを起こして、互いに打ち合い合い打ちになったのだと考えていたが、 ランタンには盗まれたはずの現金が見つからず、事件から数日後ランタンに侵入し逃走した者がいることから、事件の最その場にはもう一人何者かが存在しており、強奪された70万円は今でもランタンのどこかに隠されているのではないかと推測された。1947年3月、警察は併用した佐柄を現場に連れて行けば何かを思い出すかもしれないと考え、 ランターンに連れてきた。ランターンはどこかに70万円が隠されているという噂を聞いて、それを見つけようとする客たちで賑わっていた。佐伯が店内に設けられた噴水の周りを歩いていると、突然店内が停電し、佐伯が暗闇の中に何かいる。おお猫だ、猫だ。と叫んだ瞬間、何者かに射殺されてしまった。大事な証人を、 目の前で殺されてしまったと警部は怒り浸透に発し、店内の従業員、客の一同を徹底的に身体検査をするが、怪しいものを所持している者はいなかった。頭を悩ませる轟警部にランタンの入り口脇に店を出している大道駅車の天運動が犯人は猫のように暗闇の中でも目が見えるに違いない。そして、 犯人はまだこのキャバレーの中にいると助言する。原型作品である、ソーセージは踊るは、漫画と読み物1947年3月号6月号に連載され、角川文庫、ペルシャ猫を抱く女 ISBN4 から04から13454から7にも収録されている。近代地は登場しないが、轟き警部が登場し、開講後作品とほぼ、 同じ役割を担っている。探偵役は双子のタップダンサーダンシングトゥインで、ソーセージはササやくにも登場することからシリーズ化を意図していたとも考えられるが、この2作品以外には登場しなかった。佐伯殺害時に夏彦と冬彦は舞台上で踊っていた。開講後作品でも佐伯殺害時にタップダンスが演じられているが、このダンサーはそれ以上の役割を負っていない。 開口後作品では、大道駅舎、天運堂は近大地が変装した偽物であり、実験直後に、とどろきに問題点を指摘し、最後には、暗闇の中で目が見えるトリックを解明するが、原型作品では、この役割は、夏彦と冬彦が追っている。天運堂は、犯人が変装した偽物で、本物は、足止めのため地下で酒をあてがわれた上考察された。開口後作品では、 犯人は、マダム、ユキエで疑眼のことを知っている寺田を、カクテルグラスを利用して毒殺しようとして自分が死ぬが、原型作品では、マダムは、天運動が二人いることに気づいたため地下で、虐殺される。犯人、寺田は派手な逃走劇を演じた末に逮捕される。ありがとうございます。